はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、もういい加減にケリをつけましょうということで、今回はもうラストダンジョンに向かっていきます。で、前回の続きから見てみると、あれテオドールどうしたってなるかもしれないんですけれども、あのテオドールはねやりました。で、テオドールやって収録したんですけど、ちょっとねあの収録ミスで音声が入ってなかったので、ちょっとねテオドールのイベントだけサクッと、お見せしてからラストダンジョンの方に向かっていきたいと思います。はい、そんなこんなでね、イベントが終了して現在クリスタルシティにいます。で、レベル上げ等もしてですね、現在の状況なんですけれども、グレイはアイスソードレベル5、全然上がんないです。で、キャプテンホークはジルコンの斧の、15になりましたと。で、アルベルトもレフトハンドソード、15になってます。で、シフはウコムの矛15ですね。で、バーバラはアンバーの土14なんで残り1で、クロディアエリスの弓ですね。まあアサシンギルドとかにねいた時はもう全然上がんねえ全然上がんねえって言ってましたけれども、まあ結構上がりだしてね、現在14になってます。なので今アイスソードが上がんない病ですね。なんか一回上がりだすとねポン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 上がっていくんだけど、そのタイミングがよくわかんない。まあでもこれ以上ちょっと時間を費やしてる暇もないんで、ではラストダンジョンのあるまずはイスマス城に行きます。
敵はね、だからね、殲滅しながら行きたいといえば行きたいんですよね。で、現在の陣形はね、ちょっと変えてまして、こんな感じで、アイスソードでしょ、で、ホークはもうすでにジルコンの15なんで、トマホークをね、ひたすら投げる。あと一番強い飛翔脳天撃、これもね、後ろから撃てるんで、ホークは下げました。で、アルベルトはまあレフトハンドソードでしょ、でシフはもともとウコムの矛なんで中間からいける。で、そうするとバーバラがね、アンバーの土いきなり撃てるんで、まあ一番いい陣形かな。で、エリスの弓で、エリスの弓もかなり火力が上がってますね。今防御されてるんで700ですけど583ということは、まあ、大体普通の攻撃で1000はいくんで、まあ、ちょっと敵は倒しながらいきますか。お、いいね、アイスソード上がったよ。ちょ、セーブセーブセーブ、上がったら即セーブ。お、いいねいいね、アイスソード上がり始めてきた。じゃあ中へ向かっていきますか。だいぶ殲滅したな。多分左下の方は骸骨がいっぱいいると思うけど、ここって敵は、あ、いない、全然いない。これなんかダンジョンがサルインのマークみたいなのになってるんですよね、形的に。で、ここへ行くとラスダンへ行きますと。で、こうやって降りてっていったような気がする。け、こいつらちょっと厄介だな。ハヤブサ方法でいきますか。最強技は多分使わなくて大丈夫だと思うんだよね。ジルコンはトマホーク投げるけど、このスカルゴイル本当に厄介。攻撃していくんだ。1400食らうってことは何かしらのアクションを起こしてる。で、レフトハンドソード OK。 あとはこのフレームイーターみたいなやつだけ。いい火力だ。
完璧。1回ずつ攻撃。そして何も上がらない。もう何も上がらないとかね、悲しすぎるんだけど。こいつらもマジ雑魚だからな。グレイがね、やっぱちょっと遅いんだよね、このメンツの中でいくと。5番目とか6番目に攻撃するんで。キャプテンホークはやっぱ早い。で、何気にバーバラも早い。あとクローディアも早い。この3人が鉄板で早い。ってことは、ちょっとホーク前に出るにして、こいつも前に出るにして、レベルを上げたい人たちだけで攻撃するか、こいつザコは。一発だかんねん。多分これも一発。終わり。もはや微動だにしない。まあ頻繁に戦うわけではないけど、なるべく戦っていくか。まあせめてな、バーバラとクローディアは15になってもらいたい。サルウィン戦のところまでには。ちょっとグレイはきついかもしれないからね。まあでも5人が15になってればなんとかなるでしょう。結構鍛えてあるから。神々の武器がね、6人分あるっていうのがやっぱり今回の強みだと思う。あとはひたすら下へ降りていく感じかな。宝箱とかはね、なかったはず。とにかくっぽい方向へ行こう。マジカルシェルター、まあ宿屋の代わりになるアイテムなんですけど、あれはね8個くらいあった気がするんで結構大丈夫。いいね、エリスの火力も12とか12くらいになってくればだいぶね火力が出てくる。もう最初の方超弱っちかったからね。上がらん。あーでもまあ通常攻撃でいきましょう。1体なんで。トマホークゲー322とか。クローディアちょっとやべえな。ダークオールを一発食らってるからね。そのために高級傷薬も大量に買い込んできたから。左から寄せられたな。ゲッ、フルフルがいる。これちょっとまずいね。冷たい風。はやぶさ切りからの一発で仕留める。小脳天撃。さっき外したんだけどね。はやぶさ切りや。4800は超強い。冷たい風はもう意味なかったね。やることないからね。ただフルフルがいても何にも上がらんか。まあ当たり前なんだけど、強い敵がいた方が上がりやすいからね。そんなの当然だろってなるんだけど、かといって雑魚的で全く上がらないかってそういうわけでもない。こんなとこだったっけ。全く覚えてないな。もうラスダン。
れ上にも行けるし、ここにも紋章があるんだけど、ちょっと上から見てみるか。脱出ルートみたいなのってあったっけ。バーバラが若干やばいんだよな、さっきダメージ食らったから。マジでマジで上がらん。あ、すげえ脱出路っぽい。あ、あるんだ脱出路。まあ、脱出する必要はないんで先へ進んでいきましょう。あれ、なんかもうっぽいとこに来たけど、いや全然普通だ。これはなんだ。あ、敵は来れないじゃんこれ、潰さなければ。右側か。え、こっちもあるけど、好奇心が。あ、また脱出路の可能性があるね。あれ、なんか下も行ける。これなんだわかんねえ。偽物。そういうことか。じゃあこれ、いや戻されたし。このブクブクはなるべく壊さないでいくか。これもまた、あ、違った、戻されるかなと思ったら全然戻されなかった。ん、自分が今、げっ、雲早っ、早っ、マジ早っ。活性化している。これはなんだ、真ん中か。違う。てか本物ある、これ。いや、なさそう。降りよう。逆だし。これだ。あ、色が違えじゃん、よく見たら。で、なんかもうミニ温泉っぽいな。まあ、帰れることは分かったからね。ただしたらな、ミニオン倒したら15くらいまでは上げていきたいんだけど、ゲーミニオン戦だな。まあいいや、話そう。ここまで来るとはおるかな。我らサールイン様のミニオンが思い知らせてくれよぞ。逃げると戦う。ちょ、ボス戦の音楽。あ、これ1体ずつだっけ。で最後3体だっけ。まずはちょっと普通にちょっとレベル上げたいから。け、早い。なんだ、け、気絶とか死ぬんじゃん。死んだ。即死攻撃か。じゃあその後は防音クラッシュ。防音クラッシュとか絶対弱いよ。ヘイトだね。ブラックファイヤー。マジかよ。と全力を出せば大したことないけど、なかなかやるな。だが次はどうかな。もうすでに2人瀕死だからな。ストライク。不動拳1回かけるか。開けたいやつだけ普通の攻撃にしよう。何だった。弱っ。アイスソードの出番がなかった。こいつ上がんねえし、もはやただの雑魚敵。ワイル
なんだマジで何をやってきたんだかわからん。弱すぎる。微動だにしないこいつら。素晴らしい、お前たちこそサルイン様の復活の儀式の捧げ物としてふさわしい。我らの奥義で葬ってやるぞ。トライアングルフォーメーション。ただ3体出てくるだけ。もうめんどくさいから普通に倒すか。血ずりが そこそこ当たるからね。容赦はしない。ターンで型をつける。稲妻署これ全体攻撃なんだよね。飛翔乱舞これも全体か。乱れ打ち4600、地図に2500。あ、杖なんだ。動けない。あ、一匹死んだ。ちょっと早すぎる。乱れ打ちは全体か。これも全体に投げるっぽいね。あとは通常攻撃で一緒。グレソの血ずりがさ、サルインに通るかどうかなんだよね。なんか通常技とかだと通らないから、サルインに攻撃が。せめてアンバーの土とエリスの実、これだけでもレベルが上がる可能性を残して、残して、のー、何も上がらない。弱すぎる。おおじゃねえよ、信じられぬって。こうなったらサルイン様に吸収され、少しでもサルイン様にエネルギーを与えるのだ。本当にこいつらサルイン万歳だな。まあそんな感じで、多分ところどころ早送りとかしてるんでちょっと短いかもしれないですけれども、じゃあ今回はこれで終了して、次回はバーバラのアンバーの土と、クロディアのエリスの海、これを15にした段階でサルイン戦多分最後になると思いますけれども、やっていきたいと思います。武器レベルなんですけれども、グレイアイスソードですね、14まで上げて、まあもうバーバラのアンバーの土15で、クローディア、エリスの弓15になったので、まあ、アイスソードはこれでいいかなというところで、この状態でサルイン戦挑んでいきたいと思います。最後の戦いだ、準備はこれでいいだろうか。 OK、 やってやるぜ。まあ、この演出はね、向かっていくシーンはロマサガで受け継がれていくんですけど、やっと来たか、この日は。この千年の間、何度となくミルザとの戦いを思い出したぞ。私のただ一度の敗北。ゴミのような人間に神が敗れたのだ。千年の間、この恥ずかしめに耐えてきた。だが今日でそれも終わる。お前たちを葬り去り、あの敗北がエロールの仕組んだ罠だったと証明し、このわずかな傷を拭い去って完全な復活を遂げるのだ。エロールなんか関係ない。この世界と俺たちのために、お前に負けるわけにはいかないのだ。なんとでもほざけ、所詮人間は神の作った道具にすぎん。では私の復活の舞台へ。でサルインはね、なんかちょっとヒットポイントが特殊らしくて、なんていうの、7ターン目までは全回復するみたいなんですよ。なんで最初はちょっと防御します。もうしょうがない、これはもうそういうシステムだから。で力の水はどんどん使っていこう。アルベルト、うわー288、まあ防御してるからね、なんとかはなる。これ2ターン目でしょ、まあ、回復するときは回復しますか。回復役バーバラしかいないからね。これ何、レインコールか。え、結構食らう。ちょっとグレーがやばいな。死ぬとねこれ復活できないからね。ちょっとずつ回復。
く3ターン目。これはうわー、それなりだな、それなりに食らうね。防御するしかないんでね、やることがない。4ターン目、ヒットポイントの低いやつから回復しよう。バーバラ前衛に言うとサルインソード食らうからね。お、なんだ、早くてわかんねえ、例によって早くてわかんねえ病。で5ターン目、回復の水アルベルト、レインコール、これはグレートアルベルトが食らうからね。てかなぜかアルベルトだけちょうどいい。ただで6ターン目、次攻撃開始で大丈夫かな。じゃあ力の水、これをフォークにかけておくか。これは全体に結構食らうやつ。よし、じゃあ7ターン目攻撃開始、ハヤブサ戦法は使っていきます。チズリーちょっと1回打ってみよう。冬の嵐大体2000くらいなんだよね。飛翔の天撃、ちょっとスティールになっちゃったけど、まあハヤブサはどっちでも打てるからな。ウコムはね稲妻がいいと思うんだよね。でバーバラはちょっと回復役に回ろう。ヒットポイント的にはまあホークが火力高いからね。クロディア無双弓でいきます。2400、やっぱ強えわこいつ。地図地で1000か、大体半分くらいになってんな。900、おー、サルインソード一発か。やっぱり前回だったら大丈夫だったんだけどな。で無双弓、もうクロディア無双状態に入ったんで、あとは冬の嵐と千鶴がどっちが強いかだね。稲妻だな。700台をちょっと保ってないとサルインソードがやばい。600とか千鶴の方が強いわ。きたー、やられた、早い。もうあとはゴリ押すしかない。こんなのさ普通に戦ったら絶対勝てないでしょ。絶対勝てなかったんだよね。いや絶対勝てないってのも変だけど、マジこいつ何なんだって思ったもん。あ、そうか、しまった、人がいないからもう早ぶさ切りになっちゃうんだ。1とか、うわー、551。これはちょっと回復するしかない。冬の嵐じゃなくて地釣りで行こう。で傷薬フォークが持ってんだけど、全員持たしとけばよかった。でここはもう稲妻で行くしかないか。ウコムの方がここが微妙だな。単体の高火力攻撃がない。地釣りそう考えると強くね。普通にグレソなのに、ああれだな、なんか知んないけどダメージが通るようになった。なぜだかは分かんないけど、ただ回復はやっぱりしておかないとまずいから。2人死者が出たのかな、かなり計算外だな。あれ、なんとシーフに行かないんだ。あれ間違えた今。
わ、ただ生きてる、生きてるって素晴らしい。ミスんのかよ。マグモの杖とか役に立つ。あと1個、でこれはもうでもグレーを使わないと。よし、サルヒソと一発は耐えられる。いや200しか回復しないの、最高傷薬って。耐えられねえよ、死んだ。まずいな、飛翔の天撃、これは普通に強い。ジルコンの斧買っといてよかった。グオー、耐えろ、耐えてる。無双がな、なんでこんなミスるんだ。やはりこれもサルインの素早さがまだ圧倒的に高いということか。ロマサガ系はね、本当に最終ボスが強いから。よし、オッケー、危ねえ。いや最後の最後は本当に手応えがあった。人の勝利だ。復活した。上がるんか。このままではすまさん、お前たちも消滅せよ。あれ、これどこの城、これね。えパパ、私を助けてくれた人がサルインを倒したそうね。そうだよ、あんなやつだったが少しは世の中に立ったわけだ。そんな言い方していいの？だって世界を救ってくれたんでしょ。それももう過ぎたことだ。政治というのは常に次のことを考えていかなければいけないんだ。こいつらのイベントあんま進められなかったな。ごほごほ、ラファエル、これからはお前が騎士団をリードしていかなければならない。グレイがいれば私も安心できるんだが。グレイ様ならきっと帰っていらっしゃいますわ。あんな気休めを言っても。気休めなどではありません。グレイ様は必ず帰ると私に約束してくださいました。きっと帰って。やはり戻ってこなかったか。運命とはいえ過酷だな。私は同じことが繰り返されるとは思いませんわ。ミルザの時とは何か違っているはずです。しかしサルインも愚かよのをこんな世界に執着しておるから身を滅ぼすのだ。自ら世界がなくては生きていけぬとは神というのも不自由なものだな。おお兄さよ、災いが防がれたことに感謝します。戦士たちに安らかな眠りを与えたまえ。空は黒く覆われ、やがて闇になった。だがその闇は輝く太陽に振り払われた。おお、王式6人の勇者はこうして恐るべきサルインに打ち勝った。こうしてか。あんたよくそんな見てきたような歌が作れるね。ははは、皆さんそうおっしゃいますな。グレイよ、本当に見ていたよ、君の素晴らしい戦いを。
これは場所がどこだかわからん。飛ばせないかな。飛ばせない。ロマンシングサガ1991年か、すげえ前だな。まあ確かにね、小学校の時だったからね。でまあこれは別にもう2周目とかそういうのはない世界になりますので、というわけで、じゃあね、最後の方がね、だいぶ更新頻度が、少なくて申し訳なかったですけれども、一応ロマンシングサガ無事終了することが、できました、ということで、長い間ね、ご視聴どうもありがとうございました。では、ロマサガ1はこれにて終了とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。